はいどうもオスカルです。よろしくお願いします。というわけでお久しぶりの更新になりましたが、本日はこちらのガチャがやってきたので久しぶりに動画の方上げていきたいなと思います。早速更新された画面に行きたいと思います。はい、というわけで OB 第1弾の方がやってまいりました。ここで見る限りね、もう豪華ラインナップ激アツのガチャじゃないかと思います。はい、というわけで早速見ていきたいと思いますが、一番最初まずは高橋由伸選手、2年前かなに登場した時に引けてるので、今回もぜひ引きたい。個人的に一番憧れたプロ野球選手の一人ですね。ミパ A の81同士アーティスト広角持ちで最強ライトですよね。現役を帯合わせても最強ライトなので絶対に引きたいなと思います。はい、で第2希望が掛布選手ですね。こちらも極みで持ってるので継承したいと思います。引けたらね。あと他にもズレータ選手、稲尾選手、久森投手、稲葉選手、谷選手と山崎武選手もミパ A の同値で強いですね。斉藤隆選手、アニア投手で、ホーナー選手ですね。外国人選手も混ざってるんでね、まあ新しい試みといいますか、面白いですね。早速30連引いていきたいと思います。狙いは高橋由伸選手、掛布選手。では早速10連目引いていきたいと思います。お願いします。お、月で取る。S ランク出たら 50% で OB の選手かな。 A ランク 30% でしたね。金文字と確定が欲しい。おい、痛い。オーラもなしと打たない。あ、これ飛ばへんちゃう。飛ばへんのかい。ほい、久しぶりのガチャ動画なんでね。おー、山崎選手 A ランク、ボーナスもつくんでね、 OB 選手いけば熱いっすね。最後、はい、お、亀井選手の A ランク。10連目は出なかったですね。はい、では20連目も引いていきたいと思います。ここで S 引きたい。お願いします。はい、はい、ピッチャー調子くん、金文字と、うん、確定出ないか。あかんねえ。あー、足は一応赤く燃えたが打たない。あ、これは飛びます。笑い、笑わない。うい、うい、角中選手シリーズ2か。よいしょ、おー、いいっすね。 OB の斉藤選手、最後、ほい、岩崎投手20連目も S なしと、厳しいですね。一応もう30連目でこれでラストになります。1人確定なのでね、ここで由伸選手、掛布選手、まあ、山崎選手あたりが引きたい。お願いします。おー、流れてる。その流れるわな。お、来たぞ調子くん、絶好調。あと1個 S ランクの確定がくれば2枚抜き。なんか演出来い。行かないボインで、よっしゃー、足は起きた。2枚抜きやね、これで打て。笑いよ。あーす、2枚抜きっすね。ほい、うわ、あー、 50% 引けず。ただ自チーム亀井選手ありがとうございます。3枚抜きあるんちゃうこれ。ほい、ほい、来い、なしっすね。はい、では確定の最後、 OB 第1弾確定の選手はこの方です。うわっ、うわー、ホーナー選手。まあミパ A ですけど、アーティストですけど、狙いは引けずと、厳しいっすね。はい、というわけで30連の結果は以上となりました。狙いの由伸選手引けなかった。掛布選手も引けへんかったな。まあまあまあ、なかなかの厳しい確率になってるんでね、仕方ないかなと思うんですが、今回に関してはワンチャンランキング失踪あります。由伸選手引けるまで失踪あるかもしれないです。
イベントの累計のね報酬の結果次第なんですけどね。Come here。テレレレレレレン。Go。お、来たやん。もう吉野やん。これ飛んだし。頼むぞ頼むぞ、吉野部吉野部吉野部来い。